この花咲く姫の神話のモデルは有楽天皇のお母さんだったのか。日本神話における絶世の美女といえばこの花咲く姫様が有名ですが、この方には気性の荒いエピソードがあり、ニニギの命とワンナイトラブの末に妊娠しますが、これをニニギの命が認知しなかった際にブチ切れて出産時に産屋を放火します。この時生まれた赤ちゃんが海幸彦と山幸彦です。実はこれと全く同じことを行っている女性がいます。その女性の名前は押坂の大中津姫。異業天皇の皇后でめでたく妊娠するのですが、しかしなんと妊娠している際に異業天皇は押坂の大中津姫の妹と浮気します。これにブチ切れた皇后は出産時に産屋に放火します。この時生まれた赤ちゃんこそが有楽天皇。有楽天皇もワンナイトラブで生まれた女の子を認知しません。作家さんは有楽天皇を日本神話にインスパイアしまくってます。